やっぱあったかいものがないとわびしくなるからな。いただこう。あん。おいしいですわ。このスープも実に味わい深い。そうっすか。それは良かったです。こんな柔らかいパン食べたことね。初めてだ。ああ、俺の田舎のパンでアイテムボックスに入れて持ってきたんですよ。そんな貴重なものを。いやいや、お気になさらず。見てられると恥ずかしいんで、出来上がりを楽しみに待っててもらえますか。本当はネットスーパーの商品を見られたくないからなんだけどね。まずベーコンを炒めて、安売りしてたキャベツと人参、じゃがいもを煮込んで、おっとソーセージも入れないとな。うん、ポトフの出来上がり。熱いんで気をつけてください。はい。もしかしてスープ？ポトフ、ソーセージと野菜のいろいろ煮込みってとこですかね。いただきます。はっ。あれ、口に合わなかったですか？向こうらさん、向こうらさん、おかわりある？ずるい、あたいも。もし余っていたら。え、そんなに？旅の食事といえば干し肉と硬いパンばかりが普通だったが、あったかいものが食べられてホッとするわ。それはよかった。このご飯のおかげか、あたいなんていつもより体のキレがいい感じだもん。私は疲れを感じなくなりました。よかったよかった。ネットスーパーの食材のことは秘密にしておいた方が良さそうだし、この世界のものを積極的に使っていこう。ま、豚肉と思えばいいわけだし。まずは肉を薄切りにして、多少分厚いとこがあっても気にしない。それから肉を漬け込んでる間に、こっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする。うん、これなら十分。生姜焼きにキャベツは不可欠だからな。フライパンを熱してサラダ油をたらり。それからタレに漬け込んだ肉を、うん、なんだこの匂い。これ絶対うまいやつ。タレが肉全体に絡まるようにして、肉にしっかり火が通り、タレにとろみがついたところで完成。いただきます。あん。なんだこれ、うめえ。重い。あたい、こんなうまい肉初めて。レッドフォアの肉は好きではなかったのですけど、これはとびきり美味しいですわ。市販のタレで焼いただけなんですけどね。エバラ食品様々ですな。キャベットを生で食べるのは初めてだが、一緒に食べると絶品だな。肉の熱でしなっとなったとこがまたうまい。ほっほっ。いいこと思いついたぞ。ほっ。おい、あたいもやる。このスープが口の中をさっぱりさせてくれますね。これならいくらでも食べられそうですよ。うん、鳥だったらやっぱり両面をこんがり焼いて、余分な油を拭い取って、タレを煮立たせて肉に絡めると完成だ。フェルの分はこれでいいとして、
俺はそろそろ米が食いたい。問題は米を炊く場合、もう一つコンロが必要になるし、出費もかさむが。いいか、あって困るもんじゃなし。おっと、忘れてた、大事な商品。おい、まだか。焼くだけだからちょっと待てって。よしよし、いい音。うん、肉の焼ける香ばしい匂いは格別だな。焼き加減は、俺はミディアムが好きだけど、フェルはレアの方がいいか。よし、皿に移して、あとは仕上げに。ほらフェル。うまいぞ、もっとくれ。はいはい。さっきと味が違うな。分かっちゃった。最初はニンニク風味のステーキ醤油、次のがおろし風味だ。そんなものがあるのか。次は玉ねぎ風味、こっちはトリュフ風味。同じ肉でもこうも味が変わるとは、見事なものだ。次は最初に食べた味にしてくれ。ニンニク風味ね、気に入ったのか。うん。この炊きたてご飯に薄切りにしたステーキを乗せて、ステーキ醤油をかける、レッドボアのステーキ丼完成だ。うさてと、まずは玉ねぎをみじん切りだ。で、しんなりするまで炒める。お次はひき肉等か。火を通したらミートソース缶だ。コンソメも入れて。うまそうな匂いだな。ん？うわっ！ロックバード！この前の照り焼きというのがうまかったから取ってきた。他にもあるが一度には運べん。森の端に置いてある。じゃあ後で取りに行くか。塩を適量っと。安売りしていたパスタを。やわやわスパゲッティのナポリタンもいいが、今日はアルデンテだな。ああ、よし、できた。いや、ちょっと待て。なくてもいいのはわかる。でもあるとないとじゃ大違いなんだ。ん？今度こそ本当に完成だ。これをどう料理するかな。ただ焼くっていうのもな。そうだ、今のうちに粉チーズとパセリを使っちゃうか。アイテムボックスに入れとくと、腐ったりしないで永遠に保存できるみたいだけど、気分の問題だからな。この肉をさらに薄くして、塩コショウ。まずはチーズだけバージョンだな。肉に薄く小麦粉をはたいて、卵液にくぐらせる。肉が薄いからすぐに焼ける。焦げないように気をつけないとな。次はパセリバージョンだ。これも火が通ったらすぐに引き上げる。うまそうだ。待て待て、昼間のミートソースが中途半端に残ってたから。おお、残り物を始末したにしちゃ上出来じゃないか。2種類のポークピカタ、ミートソース添えだ。お、あったかいままじゃんか。出来たてみたいだ。ほら、どうぞ。見たことのない形の肉ばかりだが、どれもうまい。
このトロトロのタレがいい。こっちは外側サクサクで中からジュワーだ。それはよかった。さて俺は今のうちにメインディッシュをと大奮発して国産黒毛和牛ステーキ肉。随分と小さいな。こっちの魔物肉と一緒にするなよ。 250g で銀貨2枚もするんだ。では食うとするか。あ、なんとなんと柔らかい肉なのだ。これはうまい、うまいぞ。まずはこいつを内臓を取って水でよく洗う。枝に刺したら塩をたっぷりまぶしてじっくり焼く。まだ、次はキングトラウト。鱗と頭を落として内臓を取る。中骨に沿って半身を下ろし、反対側も同じように。まあ初めてにしては上出来だな。よし、まずはホイル焼きから。バターを塗ったアルミホイルに玉ねぎを敷く。切り身を置いて塩コショウを振る。しめじとえのきを乗せたら軽く酒を振りかけてバターをひとかけ。まだだからな。お次はムニエル。さっきの切り身に塩コショウを振って少し置いておく。水気を取って小麦粉を薄くつけたら焼く。いいぞいいぞ。おい、こちらもだいぶ焼けてきておるようだぞ。よし、できたぞ。違う違う、包みを開けるんだ。おお、この香り中におったのか。俺は塩焼きからいくか。うわ、